ブランデンブルク・シュベート・ヘ協キク・リスティアン・ルート・ビヒ。ブランデンブルク競争曲は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハが作曲した6曲からなる合奏競争曲集である。1721年3月24日に、ブランデンブルク・シュベート・ヘ協キク・リスティアン・ルート・ビヒに、検定された。そのためにこの名がある。6つの独立した競争曲からなる。 ブランデンブルクシュベート辺境白クリスティアン・ルートビヒに検定された6曲の競争曲集は現在ベルリンの国立図書館にバッハの自筆譜が残されている。ブランデンブルク競争曲という名称はバッハでを表したシュピッタの命名によるもので自筆譜にはフランス語でいくつもの楽器による6曲の競争曲と記されているだけである。この自筆譜には代筆されたと推定される。 フランス語の拳字が添えられており、2年前に白の午前演奏をした際に賜った加盟に応じて作品を検定する旨が記されている。しかし、いつどのようにして午前演奏をする機会を得たのかは、拳字に記された日付から1719年のことと推測されるものの、はっきりとは分かっていない。拳字に示された動機を否定するものではないが、本作品が成立した本当の理由は、 就職活動だったのだろうと考えられている。当時バッハが使えていたアンハルト経天皇レオポルトは自ら演奏もこなす大変な音楽愛好家で、一諸皇には珍しい立派な宮廷楽団を抱え、楽団は多くの名手を揃えていた。バッハは経天の宮廷学長として一生を終えるつもりだったが、経天皇の日となった女性が音楽嫌いであったために、 レオポルト校の音楽熱は冷め、宮廷楽団も縮小される事態に至ったという。この状況で、バッハは新天地を求めざるを得ないと判断したのだろう。本作品が検定されたのと同じ頃に、就職活動をしていたことが知られており、1723年には、ライプツヒのトーマスカントルに転出している。偏教博に作品を検定することで、就職を有利にしようとしたことは、 十分に考えられるのである。一方で、その作曲過程も明らかではない。ただ、各曲の楽器編成や様式などから判断して、かなり長い期間にわたって作られた競争曲の中から6曲を選び、編成の大きなものから順に並べたものであると考えられている。作曲された順番は、第6番、第3番、第1番、第2番、第4番、第5番であり、 第3番と第6番はバイマル時代に遡ると推測される。第1番以降については、それぞれに見られる楽器編成や高い演奏技術が求められることなどから、K 点の宮廷学長に就任してからの創作と思われる。楽器編成は、K 点の楽団員構成によって、作品内容も楽団員の技巧水準を考えれば、説明できるからである。 しかも、シュベート編共白の宮廷楽団は少人数であったから演奏はほとんど不可能だった。いずれにせよ、別の目的で作られた作品から転用されたことは間違いない。唯一、最後に作曲されたとみられる。第5番については、作曲の時期と動機を伺わせる、かなり有力な状況証拠が残っている。1719年、 宮廷からバッハに大金が支払われた記録があり、その明細によると、バッハがベルリンまでチェンバロを受け取りに行ったらしい。購入されたチェンバロが高価であることから、バッハがそれ以前に一度ベルリンに赴いて、オーダーメイドでチェンバロを作らせたのではないかと考えられている。新しいチェンバロを前にして、バッハが作曲の腕を振るっただろうことは、想像に難くない。 すでに完成していたとみられる、初行 BWV1050A と検定校を比べると、有名な第一学賞のチェンバロ独創部は、検定校において、初行の約3倍の長さになっており、チェンバロのお披露目を意図した改変であることが想像される。通常は、通奏低音楽器のチェンバロを独創楽器群に加えること自体が、独創的であるが、第5番は、チェンバロの活躍が著しく、 実質的に音楽史上初のチェンバル競争曲として、広大のピアノ競争曲の出現を準備する、画期的な作品となった。ちなみに、この2回のベルリン行きの際に、返響博に会う機会があったのではないかとする説も、有力である。ヘ長調 BWV1046 学賞構成へ、チョにチョウ2、に館長アダージョ3、4へ、チョアレグロ6、8ムヌエットへ、チョウチ 4編成第1番のスコープ、1721年にへ、蝶々 BWV1047 楽章構成へ、蝶々に 2, 2独奏楽器それぞれに、ソロが均等に与えられる。2巻蝶ンダンさん、4バイオリン、オーボエ、リコーダーがカノン風に旋律を奏でる。トランペットは完全休止。ヘ蝶々アレグロアッサイに、4主題が、独奏楽器によって風画風に展開される。 編成と、蝶々 BWV1048 楽章構成と、蝶々4、4リズミカルな曲調。ホタン蝶アダージョ4、4フリギア終士の2つの和音が書かれているだけであり、一般にチェンバロあるいは、第一バイオリンがカデンツァを奏する。と蝶々アレグロ12、8編成独奏楽器群と合奏楽器群の区別は、ない。と蝶々 b w v 千四十九楽章構成と、 蝶々アレグロさん、八牧歌的な曲であり、ソロバイオリンに2本のリコーダーが綺麗な響きを添える。ホタンチョーアンダンテさん、42本のリコーダーの半音階的進行とヘンデルのような曲調が印象的である。フリギア終士で3楽章へと続く。都蝶々プレストに2独奏楽器と通奏低音の4世の風が、様々なところに各楽器の魅力的なソロ、 トッティが織り込まれている。編成に蝶々 BWV1050 楽賞。構成に蝶々アレグロに、にチェンバロは、フルート、バイオリンを支えながらも途中チェンバロ競争曲の、前身ともなる超大なかデンツァに突入する。ロタンチョウアフェットオーソ4、4独奏楽器群のみでの演奏。2蝶々アレグロに、4風画風に曲が展開されていく。 編成変路蝶々 BWV1051 楽章、構成変路蝶々に、に二丁のビオラが、反拍ずれたカノンによって、旋律を奏でる。変歩蝶々はダージョマノンタントさん、二丁号は変路蝶々のものが使われている。ビオラダガンバは、完全休止。ブランデンブルク競争曲の感情楽章の中で唯一、蝶々を取った曲であり、魅力的なカンタービレとなっている。 変の長長アレグロ12、8とても軽快な曲調で、シンコペーションが特徴である。編成独奏楽器群と合奏楽器群の区別はない。バイオリンが参加しない異色の弦楽合奏曲である。ただし、変境白寮の当主というわけではなく、変境白衣も称号だけのものであった。しかし、レオポルト公はバッハがライプツヒへ去った後も互いに手紙で連絡を取り合っていたことから、 レオポルト校の音楽熱が冷めてバッハが K 点に居づらくなったとする説を疑問視する意見もある。ただし、この時期にレオポルト校が財政難から宮廷楽団を縮小せざるを得ない状況にあり、それがバッハを K 点から去らせる一因になったことは確かであると考えられる。ありがとうございます。